アンジョー王戦争は、欧州のスペイン継承戦争に対応して、北米大陸において起こった、フランス王国とイングランド王国との間の戦争であり、一連の北米植民地戦争においては二度目の戦争である。名称は当時イギリスを統治していたアンジョー王の名にちなむ。それぞれの国と同盟を結んでいた、多数のアメリカ州の先住民族及び、 フランス王国の同盟国であったスペイン帝国も戦争に加わった。別称に第三次インディアン戦争があり、また、フランス語では第二次植民地間戦争と呼ばれる。安城王戦争は3つの局面からなっている。スペイン領フロリダとイギリス領カロライナ植民地はお互いに攻撃し合い、1702年、イギリス軍はスペイン領フロリダのサンアグスティンを行為した。 この戦争の本質は、両勢力と同盟した、インディアン部族同士の代理戦争であり、イギリス軍はモービルを拠点とするフランス軍と、交戦した。このアメリカ南部の戦争では、大きな領土の変化はなかったが、現在のジョージア州南部を含んだ、スペイン領フロリダにおける、インディアンの人口のほとんどが駆逐され、この地域でのスペインの選挙活動のネットワークが、 破壊されるほどの影響があった。イギリス領ニューイングランド植民地はアカディア及びカナダを拠点とするフランス及びインディアン同盟軍と交戦した。イギリス軍は幾度となくケベックシティを標的とした遠征を行うも成功しなかった。フランス及びワベナキ連邦はニューイングランドが フランスの定めたケネベック川という境界を越えてアカディアへ拡張するのを止めるためにカナダからニューイングランドに侵入し現在のメイン州を含むマサチューセッツ湾直轄植民地を標的とした襲撃を行ったこの襲撃の中で最も有名なものに1704年のディアフィールド奇襲がありこの襲撃によってマサチューセッツ州のディアフィールドを占領したしかし 1710年にニューイングランドからカイロカナダ東部に侵攻したイギリス軍はポートロワイヤルの戦いに勝利してアカディアの首都ポールイコールロワイヤルを陥落させたイギリスはニューファンドランド島のセントジョンズを拠点とし島の支配をめぐってプレゾンスを拠点とするフランスと争った争いのほとんどは相手側の入植者に対する経済破壊活動によって行われた 1709年、フランス軍は、セント・ジョンズを占領したが、イギリス軍はフランスがそれを放棄した後、即座に再占領した。1712年に停戦協定が結ばれ、1713年のユトレヒト条約が締結されて、安城王戦争は終結した。この条約でイギリスは、アカディア、ニューファンドランド島とハドソン湾地域をフランスからの譲渡により獲得し、 他方フランスは、ケープ・ブレトン島を含むセントローレンス湾の島々を維持した。一部の条件は曖昧であり、多くのインディアン部族に対する対応はこの条約に含まれておらず、将来の紛争の要因となった。1700年11月に、スペイン王カルロス2世が死去し、その後、次の王位をめぐって1701年に、スペイン継承戦争が勃発した。 戦争初期は、ヨーロッパの少数の大国間の争いに止まっていたが、1702年5月、イギリスがスペインとフランスに宣戦線布告したことによって、戦争は拡大した。北、アメリカでの戦闘はこれらの大国の植民地を隔てていた、境界地方に沿って起こり、これまでに蓄積されてきた互いの圧力によって、さらに拍車がかけられた。この不協和音は、 イギリス植民地の中でも南西部のカロライナ植民地や北部のマサチューセッツ湾直轄植民地及びニューファンドランド島のような北部及び南西部の境界地方沿いにおいて最も顕著であった。イギリス植民地の当時の推定総人口は25万人であり、中でもバージニア植民地及びニューイングランドの支配地域が大半を占めた。 これらの植民地の人口は沿岸部に集中しており、内陸部の入植地は小さかったものの、時にはアパラチア山脈にまで到達していた。大部分のヨーロッパ人の入植者たちは、アパラチア山脈の西側や五大湖の南側などの大陸の内陸部についてごくわずかな知識しか有していなかった。これらの地域は現地の部族によって支配されていたが、 イギリスとフランスの商人たちはこの地域に侵入した。スペイン領フロリダの宣教師たちは宣教活動のためのネットワークを確立し、多くの現地住民たちを制圧してカトリックに転校させた。スペイン人の人口はおよそ1500人と比較的少ないものの、彼らが宣教したインディアンの人口は2万人と推定されている。1699年、 フランス人の探検家はミシシッピ川の河口を見つけ、その付近のモールパトリデに小さな植民地を確立した。その後、彼らは内陸部に向けて通称路を確立し始め、イギリスと同盟を結んでいた地下相続の天敵であった大部族、直闘族との友好関係を築いていった。これらの先住民たちのすべては、 初期の探検隊や商人たちによってもたらされた天然痘のようなユーラシア大陸由来の伝染病に苦しめられた。アンジョ王はその治世中、アンジョ王戦争での紛争に悩まされた。フランス人のアメリカ大陸南部への到達はカロライナ植民地が確立していた既存の内陸部との通称及び、スペインの領有権の主張を脅かし、三つの 大国間の緊張を引き起こした。フランス及びスペインとその同盟国は集結したばかりであった大同盟戦争において対立していた当事国であった。サバンナ川南部の沿岸部におけるカロライナ植民地とスペイン領フロリダの相反する領有権の主張はローマカトリックのスペインとプロテスタントのイギリスという宗教的な対立も相まって憎しみに覆われた。 北部での対立は、領土問題に加えて強い経済的な要素を持っていた。ニューファンドランド島は、セント・ジョンズを拠点とするイギリス側とプレゾンスを拠点とするフランス側に分かれており、両者ともに、いくつかの小さな常設の入植地を有していた。この島には、ヨーロッパからの漁師によって利用される、多くの季節的な入植地も存在していた。 これらの入植地に永住していた移民は、イギリス人が2000人足らず、フランス人も1000人足らずであったが、より多くの季節的な訪問者がいた。彼ら入植者たちは、グランドバンクの魚場をめぐって、お互いに争っており、現在のニューブランズウィック州を呼び、ノバスコシア州全体を含むアカディアや、現在のメイン州を含むマサチューセッツ湾、直轄植民地からの漁師もまた、 グランドバンクの魚場を利用していた。ヌーベルフランスとマサチューセッツ湾直轄植民地との間の国境線もまた不明確であった。すでにそれは大同盟戦争に付随したウィリアム王戦争において対立状態にあり、現在のメイン州キャスティーンの近くに位置するペノブスコット湾のフランス人入植地においてペノブスコットとケベック側の領土について争われていた。 セントローレンス川、マサチューセッツの主に沿岸部の入植地を呼び、ニューヨークの間の境界地方は、未だ主に安倍ナ貴族や、色恋連邦のような現地住民に支配されており、以前の紛争においてイギリス及び、フランス双方が襲撃のための遠征に使用していた、ハドソン川とシャンプレーン港をつなぐ回廊も、また、同様に、現地住民の支配下にあった。インディアンの脅威は、 薬病と先の戦争による人口減によっていく文化緩和されていたが、彼らは依然として入植地域外の有力な脅威と見られていた。ルパートランドとして知られるハドソン湾領域では安城戦争の間においてほとんど戦闘が発生しなかった。1680年代に始まるイギリスとフランスの会社間の競争による多くの争いの場面はあったものの、 1697年のレースウェイク条約によってハドソン湾はただ一つの駐留所を除きフランスの管理下に置かれた。1709年その唯一の駐留所であったオンタリオ州のフォートオールバニがフランスに攻撃されたフォートオールバニの戦いが唯一の重要な出来事である。ハドソン湾会社はレースウェイク条約によってその領域が 返還されなかったことに不満を抱いており、安城王戦争後の戦後交渉によってその領域の返還を求めるロビー活動を成功させた。1700年に作成され、1708年に再出版されたギオームドリールによる北アメリカ地図北アメリカで用いられた軍事技術はヨーロッパと同程度には発達していなかった。安城王戦争が始まった時点では、 セント・オーガスティン、ボストン、ケベック・シティ及びセント・ジョーンズなどのほんのわずかの入植地が石造りの要塞を有しているに過ぎず、ポート・ロワイアルの砦は戦争初期に完成した。いくつかの境界地域の村は木の柵で守られていたが、多くは守備者が銃を撃つため銃眼がある程度で、ほとんど防備が固められていない木の家であり、 下から侵入しようとする攻撃者に対して上から発砲するために2階が張り出した構造となっていた。ヨーロッパ人は最大射程がおよそ91メートルの格好式のマスケット銃で武装していたが最大射程の半分の距離を超えるとその命中精度は不確実だった。一部の入植者はまたパイクを運び込んでおり一方でインディアンの戦士は ヨーロッパ人から供給された武器もしくは、トマホークや弓矢のようなもっと原始的な武器で武装していた。一部の入植者は、カノン砲や他の種類の大砲を操作するための訓練を行っていた。これらは、重要な石や木の防衛施設を攻撃することができる、唯一の効果的な武器であった。イギリス人の入植者は、通常民兵隊として組織され、ニューファンドランドのいくつかの、 小さなコミュニティの範囲を超えての組織だった、軍事プレゼンスは有していなかった。フランス人の入植者も民兵として組織されたが、彼らは、ラ・マリーン植民地軍と呼ばれる常設の守備隊を有していた。この軍隊は一部の経験豊富な士官によって構成されており、フランス本国から送られてくる新人が配属されていた。 その人員は500人から1200人を数え、主要な人口集中地を中心に、ヌーベルフランスの隅々にまで配置されていた。スペイン領フロリダは、数百の正規軍によって守られていた。スペインは彼らの領土内でインディアンを制圧し、彼らに武器を提供しない方針だった。この方針は、破壊的な結果をもたらし、戦前フロリダは8000人のインディアン人口、 抱えていたが、戦争初期のイギリスの襲撃によってその人口は200人にまで減少した。ピエール・ル・モアン・ディベルビーユは、フランスのアメリカ南部におけるミシシッピ川と貿易の支配への努力に貢献した。18世紀の変わり目におけるイギリス及び、フランスの有力な入植者たちは、ミシシッピ川が、将来の発展と貿易に、 重要な役割を有していることを理解しており、各々の先進的な先見の命によって、他者の活動を妨害する計画が立てられた。フランス系カナダ人の探検家、ピエール・ル・モアン・リベルビーユは、先の戦争での被害に対して、キャロライン計画と呼ばれるミシシッピ川流域で、現地住民との関係を築き、その関係を活用して、イギリス人を大陸から締め出すか。 その活動領域を沿岸地域に制限する計画を展開した。この壮大な戦略の遂行において彼は1670年にロベールカブリエド・ラサールによって初めて発見されたミシシッピ川の河口を再発見し1699年にモールパトリデを確立させた。この拠点と1702年に創立したモービルから彼は現地の直闘族。 地下層族、ナチェズ族及びその他の部族との関係を築き始めた。カロライナ植民地からのイギリス人商人と探検家は、植民地が1670年に創立されて以降、ミシシッピ川流域に広がった、アメリカの南東地域全体において、相当の通称網を、すでに確立していた。フロリダにいた、スペイン人に対してほとんど配慮していなかった、そのリーダーは、 沿岸地域にフランスが到着することによってもたらされる脅威を理解していた。1700年に死亡するまでの間カロライナ、植民地の知事であったジョセフ・ブレイクと1702年にジョセフの後を継いだジェームズ・ムーアの両者はフランス及びスペインの利益を犠牲にして南方及び西方に拡大する展望を表明した。 ヨーロッパで戦争が起こる前の1702年1月、リベルビーユーはスペインに接近してアパラチー族を武装させてイギリスとその同盟部族に襲撃させるべきと勧告した。スペインは8月にペンサコーラを出発してカロライナ辺境の集産地へと向かったフランシスコロモでウリサのもとで遠征を計画した。イギリスは遠征隊についての事前警告を受けて フリント側の水源において守備隊を組織し、フリント側の戦いにおいて少なくとも500人のスペイン人が主導するインディアンが殺されるか捉えられた。正式な交戦通知が届いた時、ムーアはスペイン領フロリダに対して軍を組織し、指揮した。1702年の戦闘オガスティン方位戦において、500人のイギリス人兵士及び民兵は300人のインディアンと、 共に戦闘オーガスティンの街を占領し、焼き払った。その後、イギリス軍は主要な要塞を奪取することができず、キューバのハバナから送られたスペイン艦隊が到着した際に撤退した。1706年、カロライナ植民地は、ハバナから送られてきた、スペイン及びフランス根性の水陸両用部隊による、チャールズタウンへの攻撃の撃退に成功した。 アパラチー族とスペイン領フロリダのティムクワ族は1704年のアパラチー虐殺として知られるようになったムーアによる遠征隊の襲撃によって実質的に絶滅したこの襲撃の生き残りのほとんどはサバンナ側へと移住し彼らの領域はその保留地に制限された多くのインディアン軍からの襲撃にはしばしば少数の白人が含まれておりそれは イギリス人が主導した1707年のペンサコーラ、包囲戦及び1709年のモービルの戦いを含む主要な遠征の翌年まで続いた。イギリス人に主導され、武装したマスコーギー、ヤマシー族及び地下層族は、直騰族、ティムクア族及びアパラチー族の犠牲のもとに、これらの紛争を制圧した。後者のインディアン部族たちは、 クリーク族や地下層族よりも、幾分か穏やかな気質であった。アメリカレンジャーの父とみなされる、ベンジャミン・チャーチ・ウォル・ポールに建てられた、この騎馬像は、安城戦争期の士官である、ルイス・チュイを表している。1703年、アレクサンドル・ルヌフド・ラバリエール・ド・ボーバシンは、数人のフランス系カナダ人及び500人のインディアンを率い ニューイングランド植民地のウェルズからファルマスまでを攻撃した。彼らは160人以上の移民を殺害もしくは捕虜として連行した。1704年2月、ジャンバティスト・ハーテル・ドルビルは250人のインディアン及び50人のフランス系カナダ人を率いて、マサチューセッツ湾直轄植民地のディアフィールドを襲撃した。彼らは入植地を破壊し、 多くの入植者たちを殺害、または捕虜とした。100人を超える捕虜たちは、モントリオール近郊の金和家まで、陸路で北え、数百マイルの距離を連行され、生き残った大部分の子供たちはそこでも、ホーク族の養子とされた。幾人かの大人は、後の捕虜交換の協議によって交換もしくは、解放された。 ニューイングランドの入植者たちはこれらの襲撃に対して効果的に対抗することができず、その報復としてアカディアに対する遠征を行った。ターンインディアン戦で優れたレンジャーベンジャミン・チャーチに率いられた遠征隊はグランドプレイやシグネクとその他のフランス人入植地を襲撃した。フランスの報告ではチャーチがアカディアの首都ポートロワイヤルへの攻撃を試みたと、 主張するが、チャーチの遠征報告では軍議によって攻撃を控えるよう決定したと記述されている。セバスティアン・ラル・シンプは、ノリッジ・ウォークのインディアン部族をそそのかして、ニューイングランド人を襲わせたと広く疑われ、マッサチューセッツ総督、ジョセフ・ダドリーにより、賞金首にされた。1705年冬、ウィンスロップ、ヒルトン大佐率いるイギリス兵士275人は、 ラルを捕まえて村を略奪するために派遣されたが、ラル神父は警告を受けて森の中へ逃走、民兵隊は村と教会を燃やすに留まった。1705年、フランスの襲撃隊はマサチューセッツ北部に泊まり、イギリス人入植者たちは効果的な防備につくことができなかった。襲撃は防衛軍の準備が整うよりも早く行われ、 報復のための襲撃は、その襲撃が行われている間は、インディアンのキャンプやイギリス人入植地が空になっているということを相手に教えるに等しかった。フランスとイギリスの指導者たちが交渉を行う際、この襲撃の応報が一時的に昇降状態となることがあったが、それは捕虜の交換などの限定的な成功に止まった。時折、 フランスが関与したインディアンによる襲撃は戦争の終結まで続いた。ディアフィールド奇襲とヘイバーヒル奇襲を率いたジャンバティスト・エルテ・ドルービュー戦。1705年5月、マサチューセッツ知事のジョセフ・ダドリーは、ポート・ロワイアルを奪取するための遠征を計画した。ジョン・マーチに率いられた1600人の兵は砦を包囲したが奪取することができず、 引き続き行われた8月の遠征も撃退された。これに対応して、フランス人は、ピスカタクオー側にある、ニューハンプシャー植民地の大部分を襲撃する、野心的な計画を立てた。しかし、インディアンたちの支持を得らなかったため計画の多くは、実現せず、代わりに、マサチューセッツのヘーブリルの街が襲撃された。1709年、ヌーベルフランスの知事、 フィリップ・とリゴード・ボードル・イユーは、ボストンの北の領域の3分の2は、フランスとインディアンの襲撃によって放棄されていると報告した。ニューイングランドの入植者たちが彼らの取り出に止まって出てこなかったため、フランス人及びインディアンたちは捕虜を取らずに引き返した。1710年9月、フランシス・ニコルソンに引きられた3600人のイギリス人及び、 植民地軍は一週間の包囲の後についに、ポートロアイアルの占領に成功した。これによって、アカディアの半島部分における、フランスの統治が終了した。しかし、ワベナキ連邦による抵抗は、ブラッディクリークの戦いやメインの前線などで継続。アカディアの残りの部分は未だにニューイングランドと、ヌーベルフランスの軽装地のままだった。百三十三年の詳細地図。 赤で示されるのが、ウォーカー遠征隊が遭難した現場。ヌーベルフランスの中核地域であったカナダにいた、フランス人たちは、ニューヨーク植民地に対する攻撃に反対だった。ヌーベルフランスは17世紀初期から1701年に、大いなる和平を結ぶまでの長期にわたり、ビーバー戦争で、色恋連邦と交戦しており、彼らは、 イギリス人よりもむしろ色恋連邦を刺激することを嫌っていた。ニューヨーク植民地の貿易商たちもまた、その多くが、ヌーベルフランスの領域を通って行われていた、インディアンとの有利な毛皮貿易が妨げられるのを嫌い、ヌーベルフランスを攻撃することに反対だった。ニューヨーク植民地のオールバニーで、インディアンのコミッショナーであったピーター・スカイラーは、色恋連邦に、 ヌーベルフランスとの戦争への関心を煽ろうとしたが、その努力に反して、色濃い連邦は、アンジョー戦争の間中立を貫いた。1709年、いくらかの財政的、実務的な支援を、イギリス本土のアンジョー王から得たフランシス・ニコルソンを呼び、サミュエル・ベッチは、ヌーベルフランスに対する、大掛かりな攻撃隊を組織した。その計画は、 シャンプレーン湖を経由したモントリオールへの陸路による攻撃とケベックに対する海軍による海上からの砲撃を含んでいた。陸路による遠征隊はシャンプレーン湖の南部に到達したが海軍によるケベックへの攻撃が予定通りに行われなかったため海軍による支援が得られず撤退した。海軍は当初の予定を変更してポルトガルへの支援に回されていた。 色恋連邦は、イギリス軍のこの奮闘に対する曖昧な支援の約束を行ったが、明らかに遠征が失敗しそうになるまで支援を送るのをうまく引き伸ばし続けた。この失敗の後、ニコルソンとスカイラーは、イギリス本国の北、アメリカでの戦争に対する関心を喚起するため、ヘンドリック王と他の州長たちを連れて、ロンドンへと旅立った。インディアンの代表団は、 ロンドンでセンセーションを巻き起こし、アンジョーは彼らに、越権の機会を与えた。ニコルソンとスカイラーの努力が実り、1710年、アンジョー王の支援を得たニコルソンは、ポートロイヤルの占領に成功した。ニコルソンは、この成功を引っ提げて、再び、イギリスに戻り、1711年、ケベックへの再攻撃計画に対する支援を取り付けた。 1711年の攻撃計画も、また、陸からの進行と、海上からの援護射撃を必要としていたが、その実行は、失敗に終わった。方便でウォーカー提督に引きられた、戦列艦15隻及び、軍隊5000人を運ぶ輸送艦は6月に、ボストンへと到着した。それらの人員は、ボストンの人口と、同程度に及ぶ規模であり、植民地の戦争準備、 資材提供能力に対して大きな重圧となった。7月の末にケベックへと出航した遠征艦隊はセントローレンス湾へ入ったが霧の中で何隻かは岩の多いセントローレンス川川口近くの沿岸で沈没した。この遭難で700人以上の兵が失われウォーカーはこの遠征を中止した。一方のニコルソンは 陸路モントリオールへと出発したが、上事湖に到達した時点で、ウォーカーの艦隊が遭難したという連絡を受け、彼もまた引き返した。この遠征に際して、色イ連邦は、イギリス人と共に戦うために数百人の選手を提供したが、フランス側へも遠征の予告を送っていた。ニューファンドランド島のアバロン半島の詳細地図。大部分の紛争はこの地域で起こった。 ニューファンドランド島の沿岸部には、ヨーロッパからの漁師たちによって利用される季節的な小さな入植地が点在していた。フランスは、アバロン半島西側のプレゾンス、イギリスは、コンセプション湾のセント・ジョンズをそれぞれ拠点とし、双方ともそれらの街を要塞化した。ウィリアム王戦争の間の1696年から1697年に、かけてディベルビルは、 イギリス人入植地の大部分を破壊したが、1702年、この島は再び戦場となった。1702年8月、ジョンリーク帝督に率いられたイギリス艦隊は、フランスの入植地を襲撃したが、フランスの本拠地であったプレゾンスへの攻撃は行われなかった。1705年冬、プレゾンスの知事であったダニエル・ドージェド・スーベルカスは、報復攻撃を起都し、 フランス軍とミクマク族の混成軍を率いて遠征を行った。彼らはいくつかのイギリス人入植地を破壊し、その後、セントジョンズのフォート・オイリアムを包囲したが失敗した。フランス人及びフランスと同盟を結んでいたインディアン部族は、夏の間イギリス人を襲撃し続け、イギリスの施設に対して18万8000ポンドに及ぶ損害を与えた。1706年、 イギリスは艦隊を送り、島の北海岸にある、フランス人の魚場を破壊した。1708年12月、フランス人、カナダ人及びミクマク族の義勇兵による、混成軍は、セント・ジョンズを占領し、要塞を破壊した。しかしながら、彼らは軍を維持するための資源が欠如していたため、セント・ジョンズを放棄し、1709年、セント・ジョンズは、 イギリス軍によって再占領された。フランス軍はまたフェリーランドへの遠征も試みたが、イギリス軍の抵抗により成功しなかった。イギリス艦隊の指揮官は1703年にプレゾンスへの攻撃を計画したが、実行されなかった。1711年、再度、プレゾンスへの攻撃が計画されたが、ウォーカー提督によるセントローレンス川川口での 災難の余波によって実行されなかった。1712年、イギリスとフランスは、休戦を宣言し、最終的な和平協定は、その翌年に調印された。フランスは、スペイン継承戦争の戦争目的であった、フェリペ5世のスペイン王即与反フランス同盟側に、承認させることの代償として、 講和条件を大幅に譲歩せざるを得ず、1713年のユトレヒト条約の下イギリスはアカディア、ニューファンドランド島の主権、ハドソン湾地域及びカリブ海に浮かぶセントキッズ島の島々を得た。アカディアの地位は和平交渉の中でもより議論を呼びもう少しで、別の新たな戦争が起こるところだったが、最終的に国境線を明記しないまま、 イギリス領とすることで決着し、その代わりフランスは、大西洋の漁場を確保するために、重要なサンジャン島とケープ・ブレトン島の2島を維持した。フランスは、サンジャン島及びケープ・ブレトン島を含む、セントローレンス湾のすべての島々を保有することとなり、この地域での漁業権に加えて、ニューファンドランド島北岸で干物を作る権利を維持した。また、フランスは、 色イ連邦に対するイギリスの総主権を認め、内陸部のインディアンとの貿易に対して、すべての国を受け入れることを同意した。フランスは戦争の末期にもアベナ貴族に対し、ニューイングランドでの目標への襲撃を、働きかけ続けたが、アベナ貴族はすでに戦争に疲れていた。しかし、ユトレヒト条約では、インディアン部族の利益が無視され、アベナ貴族の一部は、 ニューイングランドの入植者との和平交渉に前向きだった。ダドリー総督はポーツマスで和平会議を開催した。アベナ貴族はポーツマスとカスコアンでの会議においてイギリスのフランスはメイン東部とニューブランズウィック植民地をイギリスに割譲したとする主張を知りけつつケネベック側を協会とすることに同意、また政府が運営する公益所の設置にも同意した。 ポーツマス条約は1713年7月13日に、ワベナキ連邦の一部を代表する8人が批准したが、この条約には、ワベナキ連邦の領域に対するイギリスの総主権を主張する条項が含まれていた。その後の1年間、他のワベナキの部族長たちは条約に署名したが、ミクマク族は1726年まで何の条約にも署名しなかった。 安城戦争後の北アメリカにおけるヨーロッパ諸国の勢力図スペイン領フロリダはこの戦争によって損失した経済や人口を回復することができないまま後に7年戦争及びフレンチ・インディアン戦争の講和条約として1763年に締結されたパリ条約によってイギリスへと割上された大西洋沿岸に移住したインディアンはこの戦争において イギリスと同盟を結んでいた他のインディアン部族と同様にイギリスの支配に対して苛立ちを覚え、この蓄積された不満は1715年のやましい戦争において紛失し、サイスカロライナ植民地に対して多大な脅威をもたらした。スペイン領フロリダの人口が減少したことで、当初スペインが自国領であると主張していた領域へのイギリス人の入植が進み、 それが1732年のジョージア植民地の設立へとつながった。1711年より始まったタスカローラ戦争において、ノースカロライナのタスカローラ族に対して、ジェームズ・ムーアは軍事行動を行い、その後、彼らの多くは難民となって北へと逃れ色濃い連邦に加わった。南部のイギリス植民地は、この戦争で高い経済的損害を受け、 ほとんど軍事行動に関わらなかった人々もその影響を受けた。バージニア、メリーランド及びペンシルベニアはタバコを主要品目とするヨーロッパ市場への製品輸出に関わる出荷コストの上昇によって経済的な打撃を受け、その上複数回の強作が重なってさらなる損害を受けた。また、サウスカロライナは軍事作戦の資金を調達するために 多大な債務を抱え込んだ。マサチューセッツ及びニューハンプシャーは、この戦争の最前線であったが、被った経済的損害は、他の地域と比べ少なかった。造船及び貿易の中心主としてのボストンの、重要性は、1711年のケベック遠征に、際する王室からの軍備支出の恩恵に結びつき、それによって、戦争遂行のコストがいくらか相裁された。 ニューファンドランド及びアカディアの創出によりフランスの大西洋における拠点はケープ・ブレトン島に限定されるようになった。ニューファンドランド島からのフランス人移民はケープ・ブレトン島に移住してイルロワイある植民地を作り1719年にはルイブル要塞を建設した。この存在はユトレヒト条約によってイギリスが得たニューファンドランド沿岸における 漁業権と関係して、フランスとイギリスの漁業関係者間の長期にわたる摩擦を引き起こす結果となり、この問題は18世紀末まで完全には解決されなかった。ニューファンドランドにおける戦争による経済的な損失は厳しく、ニューファンドランド島の海域を通る漁船団が著しく減少したが、和平が確定した直後に、イギリスの漁船団の数は回復し始めた。 イギリスはニューファンドランド島の海域において依然スペインにされたようにスペインの漁船団の操業を妨害しようとしたがスペインの船はイギリスの妨害を避けるために船のオーナーをイギリス人であるように偽装し単純に船の国籍を変えることで対応したラルシンプ戦争中に死亡したフランスのイエズス海士セバスティアン・ラル1850年代の 作品イギリスによるアカディアの占領は、アカディア人とミクマク族のその地での生活において、長期的な影響を与えた。イギリスによるノバスコシアの支配ははじめ、フランス人とミクマク族の抵抗活動のリーダーを利用した状態であり、直接的な統治は希薄であった。戦後、イギリスとミクマク族の関係はノバスコシアのみに収まらない。 イギリスの拡大政策の状況下で発展し、ニューイングランドの人々はさらに、ユトレヒト条約に反する形で、メイン州の沿岸に位置するアベナ貴族の領地へと移住し始めた。アベナ貴族もミクマク族もユトレヒト条約において承認されず、それ以降彼らはこれらイギリス人による自分たちの土地への侵略に抵抗した。この対立は、 フランスの宣教師であるセバスティアン・ラルのような陰謀者によって先導され、ラル神父戦争へと発展した。イギリス人及び彼らに征服されたアカディア人との関係もまた困難であった。イギリスは幾度となくアカディア人にイギリス王室に対して忠誠を誓うよう要請したが抵抗を受け、結局アカディア人たちはフランスの領域であった。 イルロワイアル植民地及びサンジャン島へと脱出した。1740年代、ジャンルイルルートルのような、フランス人指導者たちは、フランスと同盟を結んでいた、ミクマク族と共にゲリラを組織し、ノバスコシア半島において、プロテスタントの植民地拡大を起としていたイギリスに、対して、戦争を仕掛けた。 アカディアの国境線上におけるフランスとイギリスとの間の摩擦もまた継続した。ユトレヒト条約における国境線の記述は曖昧であり、フランスでさえ正式な記述は決して行わなかった。フランスはアカディアの半島部分だけが条約に含まれていると主張し、フランスは現在のニューブランズウィック州にあたる地域の権利を保持していた。 アカディアに関する議論は1740年代に起こったジョージ王戦争の対立によって再燃し7年戦争においてイギリスがフランスの持つ北アメリカの領地のすべてを征服するまで解決しなかったフランス人はユトレヒト条約の通商条項に完全には従わなかった彼らはイギリスによる遠方のインディアンとの交易を 妨害しようと試み、色恋連邦の領地にナイアガラトリレを建設した。メキシコアイ沿岸のフランスの植民地は成長を続け、1718年にはニューオーリンズ植民地が設立された。また、フランスはスペイン統治下のテキサス及びフロリダへと領域を拡大しようと試みたが、最終的に失敗した。フランスの公易網は、 メキシコ湾へと注ぐ水源に沿って大陸を浸透しイギリス人及びスペイン人との衝突が再開された。オハイオ川の渓谷を含むミシシッピ川の分岐点で交易網が確立され、それによってフランスはイギリスの交易網及びアパラチア山脈を横断するイギリスの植民地とより多く接触することとなった。この領域上における矛盾した主張は結局、 1754年のフレンチ・インディアン戦争の勃発につながった。ありがとうございます。